どうも、シュドです。さあ、今回はですね、こちらの監督、ウラジーミル・フェドートフ監督の人選解説とオンラインマッチ一戦やっていこうと思います。で、この監督はですね、疑似 3CF みたいな感じができるんですけれども、まあ、頂点は ST じゃなくて、まあ、CF でもいけるんですけど、2列目の位置は ST 固定となっています。で、この監督ね、ちょっと2試合ぐらい使ってみたんですけど、2試合で 4-0-4-0 の8得点0失点っていう、まあ、もっとやれっていう話ですけど、まあ、ちょっとね、2試合やっただけでもね、あ、これはちょっとやばいわってぐらい強かったんで、ちょっと早速紹介していこうと思うんですけれども、本当はね、もうちょっとやろうと思ってたんですけど、いや、これはもう強いわと思って、ちょっと紹介していこうと思います。で、以前とね、数値は結構変わったりしてて、戦術とかも。まあ、その辺もね、まあ、ちょっと以前のやつ、持ってったのは持ってたんですけど、全然使ってなかったんで、まあ、ちょっと、その使用感の企画っていうのは、自分はできないんですけれども、まあ、今回の新しいフェドートフはもう本当に強いんで、もうこれはもうぜひ取ってほしいですね。で、まず監督の詳細見ていきましょう。はい、まずオフェンシブ戦術ですね。オフェンシブ戦術は攻撃タイプカウンターでロングパス。で、攻撃リア中央。で、ポジショニングはフォーメーション重視となっていて、サポート距離が8。守備タイプリトリート。で、追い込みエリア中央。プレッシングはアグレッシブで、ディフェンスラインの高さが3。コンパクトネスが7となっていますね。で、自分はディフェンシブ戦術を使っていて、数値が変わる感じですね。サポート距離が9になって、ディフェンスラインが2になって、コンパクトネスが8になると。より、攻撃時は距離感が遠くて、ラインは低くなって、コンパクトネスがさらに高まって、まあ、コンパクトの守備ができるようになったという感じですね。自分はディフェンシブ戦術を使っています。はい、それではね、早速人選解説の方やっていこうと思うんですけれど、まずゴールキーパーですね。ゴールキーパーはもうクルトワでいいと思います。ベンチにもね、ちょっとコストがあんまり高くない監督なので、ベンチにはもうゴールキーパー置いてないです。もう、クルトワ不調とかでも全然止めてくれるので、まあ、ゼ不調になった時は、もうちょっとしゃあないかなと、攻撃頑張るしかないんですけど、不調でもね、全然止めてくれるので、まあ、クルトワでいいと思います。で、ラインもね、低いんで、ディフェンシブ戦術だと2で、オフェンシブでも3なので、まあ、ライン全然高くなくて、なおかつ、守備タイプのリトリートなので、まあ、そんなに裏取られることないと思うので、まあ、別にそんな裏、ゴールキーパー前に出てきてもらってケアしてもらうこともないと思うので、守備的ゴールキーパーでいいと思います。で、センターバックに関してはもう、自分の大好きなセンターバックですね、使用感のいい。そんな選手たちを選んでいけばいいと思います。で、守備タイプがリトリートなので、全然、このマラングサールとか、もうビルドアップですね。ビルドアップを全然入れてもいいとは思います。そこまで気にはならないです。で、DMF ですね、次。次 DMF なんですけど、まずプルガルね。まあ、プルガルはまあビルドアップの時にしっかりと、このいい位置を取ってもらうために、プレイメーカー1人入れてます。まあ別にそこはどっちでもいいかなって気はしますね。はい。で、もう1人アンカーのジューベルトシルバですね。まあ、この選手はちょっとコストを抑えるために入れてるのもありますし、やっぱり B 固定なんで、まあ、そこはちょっといいかなと思って、ジューベとシルバー入れてます。で、CMF にしてますね、サイド。まあ、別にどっちでもいいと思うんですけど、左の CMF にグッティですね。で、右の CMF にベッカムを置いてます。クロスも上げれるようにちょっとしたいので、まあ、あんまりクロス上げたりはしないんですけど、低い位置からね、こうやってスルーパスとか、こうマイナスのグランダーパスとか当てたいので、まあ、ちょっと、ベッカムは左に置くことはできないんですけど、左に置いて、根幹狙うのもまあありかなとは思うんですけど、どちらかといえば、やっぱり、最近は、ベッカム右の方が好きなので、ベッカム右に置いてます。まあ、グティは、ちょっとコスト削減のために入れてる感じですかね。B 固定なんで。んでも、グティも全然強いんでね。まあ、全然使っていけると思います。で、ST に、ラインブレーカー。まず2列目の ST にラインブレーカー2人を置いてますね。で、頂点にネドベドを置いてるんですけれども、まあ、ここは CF で、フリットとか、ベルカンプとか、まあ、そういう、なんて言うんですかね、ワンパスルーパス持ってる選手でもいいと思うんですけれども、まあ、ネドベドは軽さもあって、なおかつ、まあ、自分でもシュートしっかりミドルとかも狙えて、ワンパスルーパーあって、背負ったりもできるので、ネドベドが、ちょっと結構一番いいのかなと。個人的には使ってて思います。で、2列目にラインブレーカーを置く理由なんですけれども、やっぱりここは、あんまり、まあ、飛び出してくれてもいいんですけれども、まあ、個人的には、まあ、ちょっとしっかり受けてほしいかなと。で、ここで受けた時に、しっかりと、繋いであげれる。この裏に出してあげれる。で、その時にしっかり飛び出してくれるような選手を置きたいので、ST に、トーレスとフォルランを置いてますね。まあ、ここはもうラインブレーカー、が一番合ってるかなと個人的には思います。ここの2列目をね、チャンスメーカーとかにしてしまうと、ちょっとあんまり飛び出してくれないと思うので、まあ、ラインブレーカーとか、2列目からの飛び出しとか、
まあ、はたまた無印とか、ちょっとチャンスメーカーとナンバーテンは避けてほしいかなっていう感じはしますね。で、ベンチですね。ベンチはこんな感じとなっていて、まずチャロフね。チャロフ ST つけたいんですけど、ついてないんで、とりあえず頂点で使うようにしてます。で、ザニオーロを2列目の ST に置いて、で、中田も一応2列目の ST。まあ、中田は正直チャンスメーカーでも特別感はあるので、結構抜け出してくれるので、ね、個人的には信用してるチャンスメーカーではあるので、中田は入れてますけれども、まあ、その他のチャンスメーカーはちょっと微妙かなっていう気はしますね。クトゥジュですね。クトゥジュも、まあ、チャロフとの兼ね合いですね。頂点に置くんですけど、CF で。まあ、調子いい方を出すみたいな感じですかね。で、DMF、要因に、バリオス。まあ、バリオスはサイドの CMF とかでもできるので、まあ、バリオス置いてます。で、フリットは、好調とか絶好調次第では、もう全然ここの頂点にも持っていきますし、で、この、現役選手のセンターバック軍団が不調の時は、もうフリット入れるっていう感じですね。で、ベッケンもそんな感じですね。ベッケンも、まあ、この辺りもできて、なおかつセンターバックもできるみたいな、そういう感じにしてます。まあ、ちょっとコストはね、710と低いんですけれども、まあ、頑張ったら抑えれるっていう感じですね。ギリですね、本当にこれは。はい、それではね、早速オンライン戦やっていこうと思うんですけれども、もう本当にね、攻撃力が結構やばくて、で、守備もめちゃめちゃいいんで、もう本当におすすめできるんで、まあ、ぜひね、まあ、攻撃、守備、どちらもしっかりと見ておいてください。それでは早速やっていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、ベッケンバウアーをセンターバックに入れて、こんな感じでいきましょうかね。はい。お相手さんはサントスですね。さあ、サントスの攻撃力に果たして耐えれるのかっていうところもしっかり見ていただきたいですね。さあ、対戦よろしくお願いしますということで、さあ、しっかりと繋いでいきつつ、このネドベドがね、しっかり下がって受けてくれたりもするので、で、ここをこねて、いや、惜しい。しっかり拾ってあげたい。で、真ん中がね、枚数2枚 DMF いるということで、まあ、サントスとかにも結構合ってるんじゃないかな。うん。で、裏も取られにくいんでね、やっぱサポート距離じゃない。ディフェンスラインが2。ディフェンスライン2だと裏もほんと取られにくいんで。まあ、ちょっと今、センターバック出しまいましたけど。まあ、そういう誤操作さえなければね。いや、ちょっと。ま、シュートえぐ。それは止めれん。ほんと誤操作さえなければね。裏取られることそうそうないと思うんで。それだけディフェンスラインが低いと。じゃあ、ここ落として、トーレス。オッケー。いや、ほんと使いやすい。なんかちょっとビビった、ほんまに。マジでビビった。一試合目使うときは、まあ、数値とか、その戦術で、めちゃめちゃ期待はしてたんですけど、その期待をはるかに上回ってくる、使用感で。いや、ほんまに、これは、皆さん取っておくべきですよ。いや、ミスった。じゃあ、ここしっかカットして、中央に2人いるのがやっぱいいんよな。DMF。じゃあ、ここ、こういうとこ拾っていけますからね。真ん中固めて。で、守備もしっかりと硬いんで。えぐ強っ。いや、マジで強い、これ。やばい。早速逆転していくと。いやー、ほんまにええなー。あ、やばい。ちょっと出しもた。ちょっと今みたいな守備はしちゃダメですよ。センターバックにカーソル、プレスチジーとか、したら、ちょっと今みたいなことになるんで、それだけはちょっと気をつけてくださいね。やばい。あー、ちょっと待って。やったわ。それはやったわ。それはやったわ。さあ、ここ当てて。まあ、今みたいなミスは皆さんやめましょうね。昨日 YouTube ライブやってたんですけど、2試合ぐらい今みたいなことやって。いや、ほんま、なんやろ。学習しやんなっていうか。いっつもするんでね、あれ。もったいないですよ、あんなんで失点してたら、マジで。で、こう、ネドベドをしっかり抜け出してくれる。反転できる。いやー、ちょっとコース甘いな。
いや、ここ守備行ってほしい。いやー、じゃあしっかりカットしてワンタッチで、いやー、オフサイドか。さあ切り替えて切り替えて、ここ出さない。今ちょっと出しかけましたけど、出さないっていうことを心がけながら、こう持って、いやー、ちょっと甘いな、そのスルーパス。ここ出ない。出ない。耐える。OK。こういう守備ね。あ、まあ、前半は2対2ということで、まあ、ちょっと、無失点記録はもう早くも途絶えちゃいましたけど、3試合目で。ただ見ていただければわかる。こういう記録がね、ほんと、半端じゃないんで。またもう結構伝わってるとは思うんですけれど、ほんと半端じゃないんだよね、攻撃力が。さあ、後半もしっかり守って、攻撃力を見せつけていきたい。5点ぐらい取りたいな、欲を言えば。いや、それぐらいの攻撃力はマジであるんで。いや、ちょっと今の、ちょっと持ってトーレスとかでもよかったな。まあ、あの失点マジでもったいないな。ああいうの、避けていきたい。さあ、しっかり出さずに、出さずに対応。OK。ライン低いんで、とこういうね、ネドベドがしっかり受けに来てくれる動き。でもチャンスメーカーだと、なんかその、触ってきすぎるんで、ネドベドの無印の具合がちょうどいいんですよね。個人的にはね。さあ、決めたい。いやー、ちょっとオンゴール仕掛けたな、今。ちょっと期待しちゃった。さあ、ここ、出ずに、センターバック出さずに、OK。ナイス、オートスラ。さあ、こういうベッカムも、しっかり上がってきてくれると。OK。いやー、入らんか。マジ。OK 言うてもうて。OK。さすがにね。さすがに OK ですね、今のは。さあ、3対2と。さあ、ここで、グティがね、ちょっと、体力ないんで、グッティを変えたいんで、ネドベドを CMF に下げて、中田、で、チャロフで、ザニョーロ。で、チャロフをセンターフォワードにすると。だからここラインブレーカーでもね、全然いいんですよね。だから、結構人選の幅は広いのかな、とは思います、本当に。そう、自分はネドベド ST で、その、なんていうんですかね、繋ぐことも考えてやってますけど、センターフォワードラインブレーカーにして、なんていうんですかね、全員飛び出してくるような感じにしても全然面白いと思います。で、チャロフ全然はたけるんでね。よし、4点目と。いや、ちょっとえぐいっしょ、ほんまに攻撃力が。で、個人的には全然サントスとかより守りやすいと思うんで、それだったらもうフェドートフでいいかなっていう。ずっとさあ、ここチャロフね、センターフォワード、ラインブレーカーだとこういうことできるんで。え、ファールちゃうん？それちょっとファール取ってほしいわ。ひどいやろ、それは。足出せ。ナイス。いや、事故る。あー、危ない。オッケー。ベッケンいいね。ベッケンマジ使用感いいよな。さあ、ここ、繋いで、チャロフの抜け出しを見ながら、スルーパス狙いたかったんですけど、ちょっと失敗と。で、ここセンターバック合わせずに、耐える。だからもう下がってくれるんで。裏はそんな取られないんで、本当に。危ねえ。ちょっとパスミスりましたね。いや、ちょっと、それは危ないんじゃない？手前でよかったと思うよ。プルガル。やばい。さすがにか。まあ、85分なんで。まあ、もう1点取って、2点差にして、安心して、あーやばい。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ここはさすがにセンターバック合わせて、オッケー。その角度はね、入らないんで。ラッシュフォードとかだと。危な。で、逆空いたと。うわぁ。オッケー。ナイス、チャロフ。で、ここ、ちょっと耐えて、オッケー。アテーノ、チャロフ。
チャロフ。うわ、外した。まあ、対戦ありがとうございました。ということで、4対3ですね。まあ、ちょっと守備力は、ちょっとぶっちゃけ見せれたかわかんないですけど、まあ、攻撃力、えげつない攻撃力はめちゃめちゃ見せられたんじゃないかなというふうには思います。さあ、ここでね、フェドートフの動画の方を終わっていきたいと思いますけれども、もう本当に攻撃力あって、なおかつ守備もある程度守れて、まあ、ちょっと3失点はしてしまいましたけど、1点はね、ちょっとゴールキックカットされちゃったんで、まあ、それは許してください。でも本当に、普通に守りやすいですし、サントスとかより僕的には全然失点しないのかなと思うので、まあ、めちゃめちゃ楽しいですしね、やっぱり疑似 3CF、もうほぼ 3CF みたいな感じで、なおかつ距離感も近いので、もう本当に楽しいので、ぜひ、この監督、取れると思うので、今も、ぜひね、取ってみてください。本当に、戦術面、数値とか、まあ、コスト以外はもう本当に完璧な監督だと思います。はい、それではここで動画終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。